次の方、最後の方ですかね。うん、どうぞ。よいしょ。はい。まあ、うん。どういう内容だったかっていうのはね、前の突破者を見てないと分かんないかもしれないね。俺は彼の言ってることを理解できたんだけど。はい。もしもーし。どうぞ。あ、はじめまして。ね、3年ぐらい喋ってなかったから、ちょっと声枯れてたわ。はじめまして、はじめまして。お名前。西山のひろゆきっぽいね。あ、ありがとうございます。はい。まあ、似てんのか何なのか知んないけど。はいはい。もしよかったらお名前。うん。はい。あ、ジミーです、ジミーです。どうもどうも。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。どうも。はい。なんかさ、理屈を押し通すみたいな。要は理屈でやっているみたいな感じのこと言ってたんだけど、さっき、カッカとのやりとりでね、君論理っぽいんだよね。はい。論理、なんですか？論理っぽいの。そう。はいはいはい。理屈っぽいってことですよね。理屈ではない。はい。はいはい。理屈、ヘリクスだったらいいんだけど、理屈とヘリクスの違いってまずわかる、はい、あ、ちょっと待ってもらっていいですか？タバコ取ってくるんで。Google に行っちゃったかな？ Google に走っちゃったかな？理屈とヘリクス、ちょっと調べなきゃ。別端末で調べなきゃ。お、の割に早い。おー。あー。あー、すいません。ちょっとね。何ですか？はい。理屈とヘリクスの違いってわかるかな？あるかな、うん、理屈とヘリクスの違いっていうふうにご指摘あったんですけれども、一般社会でですよ。はい、ツイキャスとか配信じゃなくて、はい、一般社会で、一般社会でですよ、あくまで。はい、ジミーさん、はい。理屈とヘリクス、どっちが通ります？はい。どっちが通ると思う？はい。どっちが通るかの話なんかしてないんだけど。違う。いや、わかってます、わかってます。理屈の違いっていうのは何ですか、はい、ってことを聞いてるんだけど。はい、ここで話一つ出すのが自分で気づいてる、まず。大事なところなんですよ、ここ。すごい大事なところで。違う、はい、要点だけ話せばいいんだって。要は、うん、君が理屈でやるっていうんであれば、うん、要点だけでやればいいの。で、論理っていうのは、テーマがあって、そのテーマに沿って、A と B っていうものがあるでしょ。で、その間にあるもの、例えば iPod を作りましょうっていう風になったら、iPod を作るにあたって、じゃあこういうものが必要だ、こういうものが必要だっていう風に、答え合わせしながら出していくのが論理。主張がね。ね、理論っていうのはそれに対しての要はなんでそういうにするんですかとか、要はいやここはこういうにした方がいいですよとか、そういうことが理屈、押し通そうとすること、自分の主張、はい、ね、君はさっきからね、スタンスが譲歩、相手に対して譲歩してる状態だから、要はその本心っていう部分で戦ってたんだけどね、要は論理っていうところ、要は照らし合わせながら相手に対して主張している。だから君のスタイルは理屈ではなく論理ではないかなっていうふうに思っちゃったんですよね。何でもかな、うん、うん、OK です。その上でその上でなんですけど、社会一般で理屈の方が僕は通ると思ってるんですけど、どう思います？社会一般じゃなくて、君は個人の主観で言っていた、はい、個人の主観でじゃなくて、僕はそうじゃなくて、先ほど、主観だって1対1でやっているっていうふうに言ったんだよ、君は。ちょっと待って、だってさ、それって客観的に見て、ちょっと待って、ジミーさん、ジミーさん、僕にも喋らせてもらえないですか？僕にも喋らせてもらえないですか？いいですか？主観で話してるって言ったけど、ね？主観で話してるって言ったけど、ジミーさんがそれを客観的に見てる時点で客観性なんですよ。なんで客観性になるの？だって僕と前の当事者さんとのやり取りを主観で話せるのって僕とその当事者さんだけじゃないですか。うん。で、あなたは客観的に見てて、客観性っていうものを、いや、ちょっと待って、まだ終わってない、まだ終わってない、言うなれば俺の話、まだ終わってないよ、まだ終わってない、都合が悪いの？いや、焦ってるとかじゃなくて、どうぞルールでやりたいんだよ、そんな。あ、いい自分の都合で落とすぐらいのレベルのもんだもんな。あ、いい。あ、いいよ、いいよ。いや、いいよ。いや、いいっすよ。じゃあ、最後まで聞きます。ごめんなさい。ごめんなさい。いや、いいっす。最後まで聞きます。うん。はい。違う、頭が悪いから多分、要点だけかいつまんだ話ができないんだって。うん。あと、理論と論理の違いっていうのもさ、お前に簡単に説明したじゃん。うん、うん。でも、お前はバカだから、うん、要は簡単に説明できないんだって。
要点だけかいつまんで、わかる？いや、そうじゃなくて、僕が言ってもね、理屈と論理の話ってすごい頭いいなと思う。違う、え、違う。一ついい？ひろゆきに憧れてんだったら、もうちょい知力つけた方がいいわ。え、僕何も喋ってないんですけど、まだ。僕の主張一個もまだこの卒始まってからしてないです。まだ何も喋ってない？知らん、僕の主張はまだ何も言ってないって。まだ何も喋ってない。僕の主張はまだ何も言ってないですよ。あ、じゃあどうぞ。いいよ。で、それに対して、さっき、論理と理屈っていう話をおっしゃってたじゃないですか。で、僕のことを論理の方だっていう、はい、いうふうにおっしゃってたじゃないですか。で、社会一般とか世間一般で考えたら、はい、僕は論理の方が通ると思っているんですね。で、その論理の喋り方がしたら何が悪いのかっていうところが問題点だと思うんですけど、僕が論理的であるっていうことを問題定義するのであれば、それにどこが問題あるのか教えてください。これが僕のさっき言いたかった。いや、問題定義があるんじゃなくて、問題定義があるんじゃなくて、矛盾が生まれてしまっている。どんな矛盾ですか？いや、自分はね、理屈で話すっていう、要は理屈でやるっていう、理屈で通すっていうふうに言っていたんだよ、君は。それで、君が客観視っていうふうに言った部分なんだけど、僕が仮にコメントで、ジミーさんが言ってたのはさ、ね、論理で話してるって言ってるじゃん。コメントで、でしょ、ね、コメントで僕が主張した場合、それは客観視になるが、僕が今、喧嘩突に上がっている状態で、君に対して言っているから、それはもう客観視ではなく主観になっているんだよね。なってないよ、頭悪いな。主観になっちゃってんだ。なってないよ。だって前の、例えばね、じゃあ、オッケー。熱くなってきた。オッケー、オッケー。面白い。いくよ。例えば、ね、ピーター・アーツとマイク・ベルナルドが戦ってるとするじゃん、うん、ピーター・アーツとマイク・ベルナルドで、その後にホーストが後から来てて、うん、ホーストがそんなに力量ないけどね、あの試合は俺の客観的に見てどっちの勝ちだっていう意見をホーストが言ったとするじゃん。で、ホーストがリングに上がったら主観になるって言ってるんだよ。おかしくない？それはあくまで客観でしょ。前の試合なんだから。うん、何をおっしゃってんのかな。どういうこと？だってさ、前の試合のことに客観性を取り入れたものを、違う、あのね、客観性を取り入れたもの、それに乗っ取った主張をしてるのが客観的であるってことを言いたいの、君は。違う、前の試合のことに関してはジミーさんは客観的にしか語れないはずだよっていうことを言ってんの。ん？だって、あれでしょ、要は、前に話してた、前の試合をやっていたものを、要はそういう、部分的なものを取り上げてきているから、要はそれは客観的であるってことを言いたいわけ。だって前の試合が参加してないじゃん。そういうものを、うん、いや違う、前のさん、あ、バカバカ話聞けね。客観性っていうものを、ね、客観的であるっていうふうにお前は言ったんだよ。違う違う、そういうことは言ってないの。違うの、違うの。僕はその客観的にその物事を見て前提が違う、で喋っているんだよ。わかる？前提が違う。わかる？前提が違う。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。